この方が良かったんじゃない？偽物が現れたおかげであなたも助かったんだから。あの偽物を仕込んだのは社長ですか？だったらあなたをけなすようなこと言わせなくても。いいのよ、その方がかえってみんなに同情してもらえるから。同情を買う作戦？そんな言い方しないで。だってもう今更どうしようもないでしょ。どうしようもないことないでしょう。じゃあ私に代筆を公表しろっていうの？じゃああなたはあんなやらせ会見を見て見ぬふりしていいタイミングで復帰してまた嘘をつき続けるんですか？何よその言い方。じゃあ素直に賛成しろってどうしてほしいんですか？だからそばにいてほしいのよ。それは分かってますよ。だったら何も言わずにただ私のそばにいてよ。僕にはそんなことできない。人を慰めるのも苦手だし間違ってることを正しいとも言えない。本当なんで会いに来たんだよ。好きだからよ。あなたのそばにいたいの。すいません。次どうぞ。なんだお見ててください。あああもらったよっしゃ。強いんじゃなかったの？そうよ、いつもはネットでやってるから返してくださいよ。嫌に決まってるだろ。ひどい。はい、唐揚げでも食べて。じゃあいただきますいいよいいよ、見てな、これ私がいただきますからね。よっしゃ。ほんと姉さんすごい。あほら見てこれすごいのが揃ってるわね。来い。あご飯よ。起きて。お姉さんがご飯食べろって。お姉さん。じゃん。わあ。悪くないね。おいしいってことよ。すごくおいしい。チョルスも食べてみて。いけるよ。知ってる。ん？仲直りしたの？喧嘩してないから。泣かせたくせに。ほんとチョルスは性格が母親にそっくりだよ。ちょっとおばさん。自分に似てるって言ってたくせに何よ。意地悪なんです。ものすごく。付き合ってるのかい？違うよ。お姉さん、違いますよ。お姉さん。おばさんって呼ぶほど老けてないって言うんだから仕方ないだろう。私いくつに見えるんだっけ？42。やあ私は35です。私は31。どうしてここにいるの？ごめんなさい。謝ることないわ。彼とは別れたから。どうして別れたんですか？彼が別れようって。だけど一時の気の迷いだと思って戻るのを待ってます。
彼今辛いから支えてあげたいんです。あ、ごめんなさい、チョルスさんと言うことが同じだなと思って。やっぱりあなたたち似てますね。本当あなたって理解できない。のんきなこと言って今どういう状況に置かれてるのかわからない？どうしてこういう無茶なことするの？おかえり。人のベッドに寝そべって。何の本？星の王子様。またそれ？これが一番面白いから。カラマーゾフの兄弟は？あれはどうもダメ、重すぎるし眠くなる。だけど諦めない。他の28冊を読んだ後にまた挑戦する。全部読むんですか？ええ、読むわ。いつかまた会ったら本の話しよう。行くんですね。好きにすればいい。自分の幸せを考えて。それが僕の望みだから。それ本当？本当だ。言いたい言葉を聞けたのに嬉しくないな。元気で。これが明日香の恋人を書いたのは私ではありません。外出ってことですか？今さどういうことですか？外出です。じゃあ外出を認めるということなんですね？なぜ外出を？書いたのは誰ですか？これは全て私の責任です。なんで来たのよ。なんであんなことした？